アルフォンソ・モセイ、アルフォンソ・モセイ、西、アルフォンソ・ V、ブイ、1396年から1458年6月27日は、アラゴン王、バレンシア王、バルセロナ白、シチリア王、在位、1416年から1458年、及び、ナポリオ王、アルフォンソ・イッセイ、在位、1442年から1458年。カタルーニャ名では、 アルフォンス五世、アルフォンス四、バルセラナ博としては四世。アラゴン王フェルナンド一世と、王妃レオノールでアルブルケルケの長男。アラゴン王権ナバラ王フアン二世の二位。様々な階層の対立が渦巻く、国内政治に興味がなく、地中海方面に目を奪われナポリを征服、亡くなるまで、そこに止まった。アルフォンソ五世の、こうした姿勢は、国内の不安定さに拍車をかけ、 次の第二内乱を引き起こす元となる。一方、ナポリでは人文主義者を積極的に招き入れるネサンスを根付かせた。父フェルナンドは元はカスティーリ王子であり、アルフォンソもカスティーリアのメディナデルカンポで生まれた。1415年、叔父のカスティーリアをエンリケ三世と王妃カタリーナの長女十枚にあたるマリアデカスティーリアと結婚し、翌1416年に 父の死によって、王位を継承した。なお、1418年に、妹マリアが妻の弟で重帝である、カスティーリャオフアン2世と結婚。1420年には、弟エンリケが妻の妹カタリナと結婚。アラゴンとカスティーリャは三組の結婚で結びついた。父が、カスティーリャの摂政だった縁を利用して、カスティーリャへの干渉を行い、有力貴族と気脈を通じていた。 アルフォンソは二人の弟フアンとエンリケと共に、アラゴンの王子たちと呼ばれ、カスティーリア王フアン二世は彼らの圧迫に苦しめられた。特に、フアンとエンリケは、カスティーリアにのめり込んで反乱を引き起こしたり、エンリケに至っては1418年に、フアン二世の誘拐までして、カスティーリアに悪影響を及ぼした。アルフォンソ五世は、貴族体中小商人、職人、 ラメンサと呼ばれる農民の一揆で動揺しているアラゴン国内に背を向け、即位後はたびたび地中海諸国、特にイタリアへの遠征を行い、ジェノバ共和国とのサルデーニャ島やコルシカ島をめぐる構想、1420年やナポリ王国の獲得に就寝した。また、宗教問題にも関わっており、対立教皇ベネディクトゥス13世を1423年に、 ペニスラジオで亡くなるまで保護、続いて即位したクレメンス8世を、側近のアルフォンソデボルハ、後のローマ教皇カリストス三世の働きで千四百二十九年に退位させた。はじめは、地中海の派遣やアフリカ、大西洋貿易をめぐりカタルーニャ、アラゴン連合王国の構成国と激しく対立する、ジェノバの排除を狙った政策だったが、千四百二十一年には、死士のいない、 ナポリ女王ジョバンナ二世から王位継承者に一旦指名され、この時からナポリ王位を施行するようになる。ところが、ほどなくジョバンナ二世は変身して、安住公権プロバンス派クルイ三世を後継者に指名、排除されたアルフォンソ五世はやむなくアラゴンへ帰国した。戻ってからはカスティーリへの干渉を再開したが、アラゴン議会が軍事費がかかりすぎることを理由に、 反対したため、1430年にカスティーリと休戦協定を結びこちらも断念した。1432年に再びナポリ王位継承権を要求したが、教皇をエウニニュース4世をはじめ、ミラノ公フィリッポ・マリー・アビスコンティ、ジェノバ、ベネツヤア共和国、フィレンツェ共和国といったイタリア諸国に反対され、挫折した。ルイ3世は、 ジョバンナ二世に先立って1434年に死去。翌1435年に、ジョバンナ二世も死去した後、ナポリオイを、ルイ三世の弟ルネが継承すると、アルフォンソ・五世は、カタルーニャ艦隊を率いて、再度地中海遠征を観光、宿敵ジェノバにポンツァジまで海戦を挑んだ。結果は、アラゴンの大敗で、アルフォンソ・五世は、ミラノ港の捕虜となった。ところが、ミラノへ、 ミノシロキンを支払い、相互支援の密約も取り付けたため釈放され、ナポリオイ獲得のチャンスが再び巡ってきた。釈放後7年間は、ルネやその妻イザベルド・ロレーヌとナポリを奪い合う、戦争を繰り広げた。ルネには、エウゲニウス4世の指示があったが、アルフォンソ5世は、ハンルネ派のナポリ貴族とミラノ公から指示、及び、アラゴン本国の支援で戦い抜き、1442年に、 ルネをナポリから駆逐し、王位を獲得した。翌1443年に、ボルハの外交交渉でエウゲニュース4世とも和睦、ナポリ王位を承認された。こうしてナポリは、アラゴン連合王国に組み入れられた。ナポリ王国の獲得以後、アルフォンソ5世は死ぬまでナポリに泊まり、アラゴンやカタルーニャには戻らなかった。連合王国の中心は、ナポリへ移り、 支持者の地元貴族に特権を与え彼らの勢力を増させた。一方、各王国に国王が任命できる総督、副王を設置、総督をすべる、国王顧問会議や司法と行政の中枢にボル派など、アラゴンカスティーリア人を登用して、支配基盤を固めた。文化も奨励され、アルフォンソ模世は古典文学、フランドル絵が、初期フランドル派や彫刻などに関心を寄せ、 ファンエーク兄弟やドナテロなどの作品を収集、キケロ、ベルギリウス、セネカの著作にも親しみ、図書館を造営してサロンを形成、人文主義者のパトロンとして彼らを保護、ナポリの宮廷には文人や芸術家たちが集められ、ルネサンス文化が花開いた。やがてそれはリベリア半島にもルネサンスが普及するきっかけとなった。 アルフォンソ5世がアラゴンを帰り見ない態度をとったことは、アラゴンの混乱を助長させた。アラゴンやカタルーニャの統治は、弟フアンと王妃マリアに委ねられたが、フアンがナバラ王になるとマリアが単独の摂政として、統治責任が増大した。また、ナポリは元来の領土ではなかったため、王領や財政基盤がなく、アラゴン連合王国がナポリへ、 財政支援して急防スハメに陥り、階層間の対立が深刻化していった。マリアからは、アラゴンに戻ってほしいと手紙で懇願されるも、アルフォンソ5世は無視し続けたばかりか、イタリアに、さらなる紛争を仕掛け、チュニジア・エジプト遠征、オスマン帝国の侵略にさらされたバルカン半島の、救援、実現せず、ミラノの後継者争いに介入して、フィレンツェと対立。 1450年に、急戦、とイタリアの派遣をかけて、積極的に動いていった。また、ファンの息子ビアナコカルロスが、父と不仲になると、彼をナポリへ迎え入れている。アルフォンソ五世のもとで多大な貢献を果たしたボルハに、対しては、バレンシア司教任命、数期教就任の後押しで報いた。しかし、彼が1455年に、 強行カリストス三世として即位すると、十字軍やイタリアの権益をめぐって対立した。くしくも、アルフォンソ五世が死去した1458年に、カリストス三世も死去した。共に、ノルマン・シチリア王国の後継国家である、シチリア王国、トリナグリア王国とナポリ王国の王を兼ねた、アルフォンソ五世は、両シチリア王をお称したが、 両王国を再統合したわけではなかった。アルフォンソ五世の死後、老いであるフェルナンド二世、ビアナ皇、カルロスの異母帝が1504年に再征服を行うまでの間、ナポリ王国は再び独自の王をいただくことになった。1458年、ナポリで死去した。マリアとの間に着手はなく、アルフォンソ五世の死後は、ナポリ王位を 諸子フェルディナンド一世が継承し、アラゴンやシチリアなどの君主位は、ナバラ王となっていた弟アン二世が継承した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。